茅ヶ崎の風に吹かれて。はい、皆さんこんばんは。茅ヶ崎テレビの時間です。さっき話したんだけど、千原が最初にここにいるっていうのは初めてですよ。なんかすごい緊張しますね、うん、このそうスタートというのは。そう、はい、いつも歌ってるからね。そうですね、うん、今日歌わないの？今日歌っていいですか？この後歌っちゃおうかなと思ってますけど。約束通りだったんですよ。でもその前に、はいはい、この茅ヶ崎テレビは、はい、ブロッケード茅ヶ崎、テンモータース、欧風食堂カンティーヌマシュ、三宅歯科医院、株式会社ティーズエステート、電動モータース、有限会社ハスキー企画、NPO 法人湘南スタイルさんのご協力で、ね、はい、お送りしております。はい。で、はい、最初はいきなりじゃあ千春が歌っちゃう。そうですね。いきなり。うん。何歌うの？何歌ったんですか？12月といえば。クリスマスですね。ベタなんですけど。リハーサル通りって言いますよね。はい、すごいなんか棒読みなセリフになってましたけど。はい。では12月といえばクリスマスということで、はい、山下達郎さんのクリスマスイブ、あの名曲、はい、JR 東海かなんかの新幹線のホームのシーンが思い出されますね。そうですね。はい。じゃあそのクリスマスイブをボロボロにならないように頑張っちゃってください。はい、行きます。はい、そういうことで今頑張ってますけれども、じゃあ行っちゃっていいでしょうか。じゃあそちらの方にカメラ行きますよ。どうぞ。
ありがとうございました。うまいね。名曲が、ね、さっきリハやったばっかりだもんね。そうなんですね。フルで歌ったの今初めてだもんね。そうですね。で、うん、電車の中で寝てきたんで、声が寝てたんです。うん、起きてない寝起きの声みたいな。なるほど、なるほど。そっかそっか。じゃあ今からだんだん目を覚ましていきましょう。はい。はい、で、茅ヶ崎といえばね、まあ、いろんな文化があるんだけども、その一つがフラ。ね、ね、もうすぐもしかしたらホノルル市と業務提携、あ、業務提携じゃないなんだっけ、なんだっけ、業務提携じゃない、姉妹都市的なので、姉妹都市的な姉妹都市になるというね。あ、そうなんですか、うん、それだけアロハな、茅ヶ崎なんですけれども、だからフラの人口が非常に多くて、フラをやってる人が本当に多いですね。フラかバレエ、ダンス系でいうとフラかバレエってすごく多いですね。で、今日はハウオリタマさんとその一味、一味じゃないか悪い今日ちょっと調子乗っちゃってるもんでね、これみたいなちょっとね、俺カメラちょっと調整させてもらっていいですか、はい、その間に、クリスマスイブ歌ってどうだったかちょっと感想でも言っておいてください。その感想ですか、うん、クリスマスイブですね、クリスマス大好きなんですけど、うん、あ、ごめん、中身無理だなそうですね、クリスマスイブは初めて歌ったので、実は何歌おうかなと思って、クリスマス12月に出られるのは今回初めてじゃなくて最後だなと思ったので、クリスマスの歌を歌いたいと思いました、うん、はい、質問だそうです、質問来ました。何ですか、 ですか、そこですか、クリスマスイブが1人、いや仕事ですね、みんなと一緒ですね以上です。クリスマスは仕事、今年は12月24日って何曜日なんだっけ、月曜日です。24日月曜日ですね、火曜日か連休明けの火曜日ですね。そうかそうか、で連休なの、何連休、天皇誕生日が、え、23日というのは、じゃあ休日での月曜日なんだ、茅ヶ崎テレビのおそらく最終放送日、そうです、今年のね、そうなんです、第4月曜日最終放送日がなんとお休みの日で、クリスマスイブイブ、イブイブってことなんだね、素敵、はい、うん、はいはい、じゃあそんなようにお送りするフラナイト、はい、はい、ハウオリタマさんとそのお仲間たちでいいですかねいや、なんかあるんですかね、チームの名前みたいなのあるんですかね、ハウオリです、ハウオリ、はい、チームハウオリっていうのもハウオリでいいですね、はい、ハウオリさんのフラのコーナーです、どうぞ。こんばんは、呼んでいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日は
はい、何をまたまたこのタイミングみたいな、はい、あのね、まあ、ちょっと楽しく、あの茅ヶ崎本当あのフラがいっぱいあるの で、 そうです、ね、はい、あのいろんな方が冬で冬でもって言ったあ冬でもか冬でって何の冬でもするんですか、何の冬で昨日飲んじゃったそういうやつね、何時まで飲んでました的なやつね、そういう人たちが多いハワイアンですが、はい、あの寒い冬も暖かくハワイアンで行きたいと思います。はい、じゃあ2曲目、はい、じゃあね、しっとりした歌を、はい、そうですね、スイートリーっぽいな、はい、薄い礼っぽいな俺、いや礼なにいかべきうえねばペリミューやおえSweet.
ございます。暑いですね、冬なのに、ね、冬でもいつも汗かいてるんですが、はい、ミートテックを着てるんでね。そうですね、まあ、あのスクワット羽織りたまにいつもね、あの目音漫才と呼ばれておりますけれども、はい、じゃあここでですね、ちょっとあのフラはあの男性のダンサーさん、あの、まあ、元々フラは、男の人が踊る踊りだったので、前はね、昔はね、あの女性は踊っちゃいけないぐらいの感じだったんですけれども、男性のフラというのがありまして、かっこいいですので、あのぜひ一緒に見ていただきたいんですが。そうですね、この前ね、あの藤川さんもちょっとやっていただいて、ね、今日は一緒にちょっと一番とか、まだまだ恥ずかしいです。恥ずかしいですか？でも頑張ります。もしもしね、あの、はい、男性のメンバーも募集してますんでね。そうですね、はい、あのそれで、あとはね、あのこちらの方のね、演奏家の方もね、あの出れない、踊れないよっていう方いればね、こちらの方でも、あの、お願いしたいと思います。コンビ結成みたいな。はい、じゃあ。スクタマじゃなくて、フジ BJ みたいな。そう、そうですよね。なんかね、チーム名を作りましょう。そうですね、なんか作りたいですよね。うん、ぜひ盛り上がって。一味っていうのも一味。一味。一味だけより。ハイオ、ハウオリタム。唐辛子みたいな。組長。え組長って言わないで。組長。じゃあ、あの金ダンサーを紹介したいと思います。はい、はーい、チーフです。はい、じゃあ、あの一緒に踊りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行ってみたいと思います。迫力がありますよね、うん、全然イメージが違って、ね、なんか強い感じが、うん、強いなって、ドン、うん、ドン的なね、もっとこう響いてきます、うん、ハワイアンってなんかこう柔らかいふにゃ、うん、なんかふわーっとした感じだと思ったんだけど、なんか男の人がボーンと入ると一気にこう力強くなるっていうかね、すごい。じゃあ
プラン、どうぞ。恥ずかしがりさん、はい、こういう時、はい、うん、こういう時は。はい、では今踊っていただきましたハウオリの皆さんです。どうもありがとうございました。ちょっと待ってください、ちょっとカメラを挟んでますね。はい、もう皆さんはハワイ、フラやり始めてどれぐらいなんですか？どれぐらいなんですか？カツアちゃん誰ぐらいだっけ？2年ぐらい、もっとだってるでしょ。3年、はい、2年ぐらいなんない？え、そんなにやってない、やってない3年ぐらいかな。そんなもんですか？3年だと思います。うーん、でもその割にすごい上手。いや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 、よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。タマさんも何年ぐらいになるの？私は12年ぐらいですね。ちょうど。はい。スクワートさんでいいですか？はい、そうです。はい、よろしくお願いします。ウクレレ始めてどれぐらいですか？5年か。そうですね。その前は全然楽器も触ってないんですけど。はい。全く楽器を触らない時から5年前にウクレレを始めて、はいはい、今。そうですね、あんなに、はい、あんなにっていうか、あれしか弾けないですけど。どっちも間違えました。歌もあれハワイ語っていうんですかね。そうですね、ハワイ語ですよね、はい、でも日本語にちょっと似てる、うん、今ね、うま、そうですか、歌でうまうまとか、まあ意味は違うんですけどね、うん、あのそういうような、うん、あのキラキラとかあるんで、うん、雄大なっていう意味なんですけど、キラキラっていう幼稚校みたいな感じなんですよ、ハワイ語ね。言葉の数がもしかしたら少ないのかもしれない。そうですね、絶対的なので、はい、だから覚えやすいのかもしれない、うん、ハワイ語とか喋れます？桂さんは。アロハ、アロハ。でさっきあのカネ、カネフラっていう言葉があったじゃないですか、カネっていうのはどういう意味なんですか？男性ですね。男性、はい、でフラっていうのは踊るってことですね、はい、男を踊る。そうですね、男の人が男の踊りって、男子ダンサー、男子ダンサーそうですね、うん、そうか。茅ヶ崎ってどうしてこんなにフラ人口が多いんですかね、うん、なんででしょうね。あ、茅ヶ崎アロハとかやってるのはいつからでしたっけ、うん、茅ヶ崎アロハ何年ぐらいですか？元 JC の印象。あ、そうです。10年、はい、10年ぐらいかな。あ、10年ぐらいですか、うん、あ、そうですか。まあ、それでもまだ10年ですか？10年か11年か、はい、そのぐらい。10年11年、10年くらい。あ、じゃあそんなもんなんですね。うん、でもこの前もあの伊東洋華堂の上でなんか世界大会みたいなのがあったりとかしました。ワールドインビテーション、はい、2年連続かなんかでやりましたよね。そうですね、今年もやりました、ね、今年も、はいはい、あ、やりましたよね。平和学園のところで、はい、だからそれだけなんかこう本格的なこうフラの街ということで、そうですね、はい、お教室本当多いですね。俺もこの前初体験させてもらって、ね、さっきの踊ってあのカネフラのチーフに教えてもらって、ね、恥ずかしがらないでもちゃんと踊れてましたね、この前は。ですか、はい、すごい覚えが早くて、まあ、それはいや仲間内だからですよ。いえいえ、すごい楽しそうに。元節約博士の中地っていうのも、もう僕絶対金振らになりたいって言ってましたので、あれ、じゃあ次回練習の時にはぜひやるって言ってるんで、みんなで金振らチームを、そうですね、茅ヶ崎テレビで金振らチームを活動して、男だけの金振ら、当たり前か、男だけの金振ら。よくね、フラダンスっていう人いるじゃん。そうですね、でもダンスダンスって言ってる、ダンスダンスって言ってる、そうですね。だから男金って言ったら男って言ってさ、男金振らって言ってね。マークもやろうね、DJ も金払う、ハッシーもみんなでやりましょう、みんなで。いいですね、楽しいですね、はい、ということで、なんか告知か何かありましたら。とりあえずこうね、シーズンっていうか、まあ、今シーズンオフか、オフっていうわけじゃないんですけど、はい、まあ、でも15日にね、クリスマスパーティー、ハワイのを、うん、あの、うん、茅ヶ崎のコミュニティセンターの、はい、そういう話ありましたね、はい、ちょっと酔っ払っててだいぶは覚えてる。そうですね、はい、ありますので、その日持ち込みで、何日でしたっけ、はい、それが日曜日で富士川テレビがある日ですね、はい、なので僕と加藤さんは終わったら駆けつける的な話をしてましたね、はい、そうです、そうです、それで踊ってもらって、踊ります、はい、やったー。
で行ければ楽しそうですね。でも楽しい、フラってね、あのその後俺あのフェイスブックにも書いたんだけど、うん、ハッピーとかラブとかフリーっていう雰囲気がねすっごいあって、うん、で終わった後にみんなであの北口の唐揚げセンターの2階にね個室みたいなあって、もう普通の家飲みみたいな感じなんだけど、玄関もあってみたいな感じでね、でそこで飲んでてみんなが踊り始めるわけね、こうってマスクワーウクレレ弾き始めて、なんかこの空気どっかで感じたなと思ったらね、沖縄、沖縄の家飲みってあんな感じだった。みんななんかこう踊り始めてね、すごくフリーでハッピーでなんかこう愛がいっぱいあってような感じ。あと僕らの子供の頃って、そういうなんか子供の誕生会をかっこつけて、近所の大人が僕らなんかは集まって、それで子供たちにあのいろいろ食べさせて早く行けって言ってみんなそこで宴会やって、こう踊りはそんなにやらないですけど、歌手拍子で歌いながらやったりとかしてたイメージが静岡なんですけど、はいはい、あって、うん、なんかそういうイメージがあるなと思って。静岡も僕実はあの世界で日本で一番好きな県なんですけれども、はい、のんびりしていて、うん、ちょっとこうハワイっぽいっていうか、なんかね、うん、全体的に、まあ、伊豆なんでね僕、はいはい、特に伊豆なんでそうですよ ねのんびりしていて、なんかもういい街ですよね、うん、茅ヶ崎もその雰囲気近いですよね、平塚富士山に挟まれて5つもなんか茅ヶ崎だけこう独特なゆるさがあるみたいな感じ、ね、あそうですよね、うん、あるような気がするんですけどね、やっぱそれがハワイのあれが多いんですよね、そうかもしれないですね、そうですね、はい、ということで、すみません今日なんかね急に先週をお呼び立てするような形になっちゃいました、それでもありがとうございます、ご出演していただきありがとうございました、またぜひ出演してください、こちらこそありがとうございました、はい、ありがとうございました、ハワイの皆さんでした。ちゃんってフラとか踊ったことあるの？ないんですけどね、なんか、いいなーってやるでも運動神経がまるでないから、運動神経がまるでないとダメなんですか、フラは運動神経がない、大丈夫です、大丈夫だって、じゃあ、あのチャレンジしたいですね、機会があれば、オッケー、じゃあもう茅ヶ崎テレビのスタッフは全員フラーやるということで、ね、やりましょうみんなで、やりましょう、はい、本当じゃない、はい、はい、ということで次のコーナーは何でしたっけ、次のコーナー、はい、次のコーナーは、ティーズエステイトっていうね、はい、茅ヶ崎の、不動産屋さんがありますよ、はい、でそのティーズエステイトさんと実はそのメディア、我々メディア茅ヶ崎、メディア茅ヶ崎っていう枠の中に茅ヶ崎テレビがあったり茅ヶ崎情報があったりするんですけれどもそのやっぱりね、茅ヶ崎って今言ったようにすごくフリーですごくラブにあふれてて、なんかいい街じゃん、だからそこにみんなが住んでほしいなってすごく思っていて、茅ヶ崎で住んで、で、まあ、しばらくは東京に通わなくちゃいけないかもしれないけど、茅ヶ崎に住んで茅ヶ崎で仕事をするっていうね、あのちょっとライフワーク的なことを僕はやってまして、そこをね、じゃあ一緒にやりましょうという形で、TVS スタジオに乗っていただきまして、毎週月曜日、今日も、アップしましたけれども、茅ヶ崎情報、Facebook の茅ヶ崎情報の方では、今回は香川のから徒歩30秒ぐらいの、まだ建ってない12月中旬に新築で建つというね、3LDK でなんと家賃8万3000円ですごい、83平米ぐらいで、そういうものも今日で紹介していただいたディズエステイトさんのコーナーでーす、どうぞ、こんばんは、まだ映ってないかな、映ってます、映ってます、じゃあ今日はあの先に今ご紹介をいただいた茅ヶ崎情報に掲載させてもらった物件の紹介をさせてもらおうと思います。わかりました、はいはい、どんな物件でしたっけ、はいはい、今日はあのいつも社長が先に喋ると長いので、うん、先に私がいつもっていうのはつまりあの毎週火曜の夜19時から、ティーズエステート TV ならぬ、タウニー TV ってやってるんですよね、はいはい、そこでついつい林社長が喋りすぎちゃう、はい、せっかくサービス残業で残ってるのに一言も喋らないまま帰っちゃうことがあると、はい、ということなので社長が林、はい、喋り始める前にそうです、ね、バッパン喋っちゃって、はい、自己紹介するの忘れたまた、あ、そうですね、はい、まずは、はい、ティーズエステートの林です、こんばんは、イエーイ、今日も同じ服着てます、制服なんですかね僕の中では、はい、それとはい、一応中のシャツは変わってます、賃貸担当してます飯田です、よろしくお願いします、まほのちゃん、はい、まほのです、よろしくお願いします、はい、これではい、であの今振っていただいた藤川さん、紹介していただいた今日の茅ヶ崎情報に載せさせていただきました、うんうん、あ、こっちで写しました、はい、はい、バン、
これです。綺麗綺麗っていうかまだ立ってないんですよね。はい、一応立ってはいるんですけど、うん、完全に完成予定が12月20日頃を予定してます。うん、はい。ペットもか。ペットもか。3LDK 83平米。はい。家賃8万3000円。ちょっと違った8万9000円。9000円でしたっけ？すいません。ですね。これはね、はい、香川っていうと茅ヶ崎、北茅ヶ崎、香川。はいですね、相模線で3つ目、まあ、チャリで全然茅ヶ崎まで来れる範囲ですね。はい、うん、茅ヶ崎まで来れるとか、まあ、茅ヶ崎ですもんね。茅ヶ崎です、はい、同じ茅ヶ崎市ですので、はい、はい、うん、ピカピカの新築です。はい、はい、これ見せていいですか。はい、ああ2ページ目いきますか。次、すいません、うん、詳しい詳細の方。これは1部屋だけですか。で、いえ、うん、2棟建ってまして、はい、4部屋全部であります、うん、はい、89,000円、はい、3LDK 香川駅徒歩2分って言いながら、でもちょっと足早に行けば30秒みたいなこと書いてますよね。はい、2分はかなり持ってる。逆に持って言う、持ってる、持って言うことはないんですけど、うん、距離的には1分何十秒なんですけど、うん、どうしても1分では出せないので、うん、2分になっちゃってますけど、うん、なるほどね。あ、でも2階建て、はい、2階建てです。テラスハウスです。でなんか足早に来たら30秒って書いてなかったな、うん、はい、え、紹介で一応徒歩2分で走ったら30秒、詐欺じゃないです。走ったら30秒、え、でも、はい、本気で走ったら15秒ぐらいできると思います、うん、本気で走ったら15秒だから、はい、うん、車に引かれる覚悟で、もう覚悟で。車とか走ってましたっけ。あ、いっぱい走った。私は駅前いっぱい走結構すごいことなんか香川の人に丸いから、なんか畑とか散歩しかないそれなりに駅前は、うん、栄えてはいないですけど。ペットか。ペットか。ただしその場合は敷金が1ヶ月のところが3ヶ月になるんですね。3ヶ月になります。はい、駐車場2台目相談か、はい、1台はもう最初からついてると。ついてないです。ベッド6000円です。ベッド6000円。はい、で2台目も可能と。はい。カウンターキッチン、追い焚き機能、浴室乾燥機、屋根裏収納、屋根裏収納。屋根裏収納がすごい大きくてですね、うん、この外観に載せた。はい。ここの窓がある部分が結構フェイクの場合がよくあるんですけど、うん、ここが本当に屋根裏部屋みたいになってまして、お子さんいる方だとすごい楽しいスペース。これ何畳ぐらいあるんですか。8畳もあります。8畳、はい、え、それは、はい、あ、ここのここ のことですね。そうです、うんうん、つまりここのちょんとこう、ここちょんと、うん、あれこっちか、ここですね。そうです。これがつまりここの飛び出してるところ。はい、そうだね、はい、ここ俺秘密基地にしたいな。いや、なりますなります、ね、全然登りましたけど中腰で結構建てますし、3LDK のその3とか D とかここには入ってないんですね。入ってないです。でこれを一部屋って考えると 4LDK って言ってもいいかもしれない。もう言っていいぐらいです。平米数にも入れてないので、入れてない、実質はもっと広いと思う。83平米プラスこの8畳がついてると。ついてます。で89,000円。はい、あ、これ安いね。安いです。早いもん勝ち的な感じで、ね、かなりもう多分殺到してしまうんではないかと、うん、はい、今ここでもう BJ がキラキラ目が、はい、ねえ、これだったら里山公園も近いしね公園に、はい、はい、ねえ、はい、はい、そうか。でもただこれはまだ、いつもあの茅ヶ崎情報に載っけるときはなんかこういろんな写真があるデータベース、はい、スーモでしたっけ、はい、スーモのデータベースとリンクしてましたけども、ホームズですね。ホームズ、はい、すいませんホームズです。ホームズ、はい、まだ、できてないからまだホームズへのリンクはない。そうなんです、ね、ないんです。まだ公開はしてないので一番最初に茅ヶ崎情報の、うん、あそこに載せさせていただいたので、見た方が一番早い情報になってます。殺到するかもしれないことはないかな。でもこれ4軒なんだよね。はい、そっかそっかそっか、はい、はいはい、分かりました。でこの度はアパートじゃなくて、うん、テラスハウスか。はい、うん、ね、テラスハウス、うん、なんですか、はい、うん、なんですか、なんですか、すごい空気にしてきたどうしよう、すいません、バッて入っちゃった、どうぞ、うん、これは安いですよね。いや、かなり安いと思います。相場から見てもね。はい、83平米プラス8畳あって駅から、うん、まあ、徒歩、まあ、まあ1分としましょう。1分、1分ぐらいで89,000円、はい、敷金1、礼金1、うん、安い、安いです、うん、本当に早い持ちがちですし、うんうん、駐車場別に借りなきゃいけないっていう、うん、規則があるわけではないので、なるほど、うん、逆に駅近い方なんか車持ってないという方だともっと安く、うん、そうそうそう、今ね、シェアカー、まあ、車をシェアしたりだとか、うん、レンタカーの方が結局1年間にかかる費用って絶対安いねということで、車持たない人が増えてるからね、はい、うん、そっちの方がいろいろお金かからないということでね、はい、なるほど、わかりました、はい、
賃貸担当、もう終わりでいいですか？賃貸、社長喋りなさそうだけどね。賃貸コーナー、あれテラスハウスってなんだっけな。テラス、あ、そうか、テラスハウスって何、まあ、ちょっと結構そうですね、若干林さんもなんかだいぶテレビ慣れしてきたというか、なんかこう、うまい感じで擦れてきちゃったのか、擦れてきちゃった逆に暮らして、女子の身がないみたいな、暮らしてもらうと、この建物を建てた、うん、あの建築屋さんが、これから社長が、うん、のっちの話につながるバイバイの方でもよく、そうですね、ユニークな作りですね、はい、とっても可愛らしい外観に、ドアもめちゃめちゃ可愛いので、うん、今映ってないんですけど、すごく可愛い、これ入り口ですよね、これってちょっと、まあ、奥張った、ちょっと見えないかな、チュチュチュです、これですね、はい、おしゃれですね、木造ですよね、はい、うーん、内装もとっても可愛いですので、ねえ、中も可愛い、これを建てた人が建てた人が、はい、今度は、今度は売買、うん、あの購入の方の関係なんですけど、じゃあ藤川さん、はい、お願いします、はい、これも行きましょうか、そう、建てた人が、はい、映ってます、その西宮、はい、西宮ハウさん、はい、あの有名な、そうです、はい、まあ、地元のハウスビルダーさんですね、うん、で、一昔前まではあの在来工法といって、うん、まあ、本来日本の昔からの建築の工法で、建築をね、こう共有してたんですけれども、うん、施工してたんですけど、まあ、ここ最近、2x4 に特化して、うん、でなおかつオールディーズ、まあ、いわゆるアメリカンハウスの、うん、いわゆる特徴を醸し出している建築を建ててくださるハウスビルダー工務店と、輸入住宅、そうですってことですね、はい、かわいい、そうなんです、で実はこの輸入住宅を建ててくださる西宮さんとのコラボで、うちが販売をさせていただくことになったんですけど、はい、これがね12月の5日に広告の折り込み、新聞と、はい、それからあの皆様のご家庭のポストへポスティングされる予定、下町屋ですか、そう、茅ヶ崎の下町屋ですね、下町屋なんか聞いたことありますね、はい、はい、それともう一つが矢端、はい、はい、でこれともにあの小学校や中学校の公立の中学校の学区でいうと、鶴峰小と鶴峰中の学区内の商品です、はい、うん、はい、まあ、なかなかね、そうなんです、土地が1400万で、これに建物が西宮ハウスがついて、はい、2800万ぐらいの目安になりますかね、そんなもんですか、はい、さすが下町屋ですね、えそれってどういう意味いや実はあの下町屋のドンみたいな人がいました、ね、はい、そうですか、はい、でこれから下町屋あんまり悪く言えないでもう一つは矢端、はい、これ弊社の事務所の本当にすぐ近くです、はい、まあ、下町屋も近いですけど、はい、矢端はこれもっと近いですね、うん、でこれこの度二期分譲になって、ちょうどこの周りの分譲地今映ってますか、うん、でその周りの分譲地が非常にいいモデルになると思います、まあ、当然もう求められてお住まいになっておられて、生活も当然されてらっしゃるんですけど、街並みがすごく可愛らしい街並みで仕上がってますので、うーん、まあ、これからこう建ていただく方が土地を見学していただいて、はい、で、こんなお家が建てたい、あんなお家が建てたいということで夢を膨らませていただくには、うん、ちょうどいいあの分譲地ですね、そうですね、はい、でそこで今あの価格の話になったんで、はい、少し添えておくと、うん、この商品はあの建築条件付きの土地っていう商品なんです、建築条件付き、はい、はい、でいろんな不動産にはその売買の方にはいろんなその売り方というかその商品があって、うん、ただただ土地だけ購入できるものもあれば、はい、うん、まあ、この度の土地のように建築条件付きといって、その土地を買う、まあ、いわゆる購入することで、建築業者さんが決まってくるという商品、はい、うん、で、まあ、あとは建て売りですとかね、はい、まあ、ご存知のマンションなんかっていうような商品なんかもあるんですけれども、うん、はい、まあ、この度は、土地を購入することでこの西宮さんの建築が漏れなくついてくるという、うん、なるほどなるほど、はい、なるほど、まあ、要はセットで考えていただかないといけない、うん、ということです、ね、まあ、逆に西宮さん以外は選べないっていうのが一つの条件なんですね、はい、なるほどなるほど、はい、まあでもね、こんな可愛いお家、うん、
ですもんね。そう、あの弊社の事務所もちょうど、うん、そうですね、あの西宮さんに、うん、建築をしていただいた建物になってまして、うん、でほぼ事務所の仕様もあの標準、まあ、いわゆるその価格の範囲内で、うん、施工できる仕様で、弊社の事務所も建ててありますので、うん、まあ、あの参考に建物をご覧になりたいなんていう方があれば、うん、弊社へあのご足労を賜ることができれば、あの一通り中をご覧いただくことが可能です。ティーズエステートがもうモデルハウスみたいなものなんですね。そうなんです。まあ、当然あのその中で標準以外のものもあるんですけれども、うん、まあ、当然内覧をしていただければその時に詳しくご説明をさせていただきますので、うん、まあ、ぜひあのこの度は販売が3箇所になるんで、まあ、厳密には3個ですね、3個土地が3つになりますから、お早めのご相談を賜れるとありがたいかなと思います、はい、これが12月の5日の日に、うん、不動用ですけど広告に新聞、はい、新聞とご自宅の、はい、皆様のご自宅のポストに投函される予定になってます、うん、はい、はい、よろしくお願いします。こういう家を買うときに、はい、なんか注意することってあるんですかね。まず僕があのお客様にご相談をいただくと必ずお聞きしてますのが、うん、あの何のためにお家をお建てになるんですかという、何のためにお家をお求めになるんですかというところが皮切りですね、うん、はいはい、まあ、結局その延長で、うん、あのお住まいをその購入することで当然その先未来、そのお客様にとっての未来が幸せにならなきゃいけないという、うんうん、もう住宅っていうのはまさにその本当に要の部分でもあると思うんですね、そのご家族、はい、お客様にとっての、うんうん、でそうなってくるとそのきっかけが浅はかっていうとそのご相談いただいている方に対して非常に申し訳ない表現ですけど、うん、やっぱりその住宅を持つことの素晴らしさだとか、うん、また将来の展望だとかっていうふうなもののビジョンがやっぱりそのお客様それぞれにあると思うんですけど、それがはっきりしていないと、うん、やっぱり何千万もの住宅ローンを銀行から借りてお建てになるっていうふうなことはとっても大変なことなんですね。とても大変なことですね、はい。まあ、当然勇気もいりますし、はい、あの覚悟もいりますし、だからそういう中で一生普通の人が一生働いて大体まあ3億円ぐらいじゃないですか。3億円の中の、まあ、例えば3000万円の物件を買うっていうことは自分の得る給料の10分の1になるわけですね。 そうですね。それぐらいの40年ぐらい働いた部分の10分の1の給料をが家に行っちゃうってからやっぱりすごい大きな買い物ですよね。そうですね。なのでお客様によってはそのむしろ求めずに、うん、賃貸借であのレンタルで借りていただいて、うん、あの生活を営まれた方が、うん、あの当然その経済的にも、うん、ゆとりを持って生活が未来に向けてしていける場合もありますし、うん、その分岐点っていうのはその年収ベースでいくとどれぐらいなんですかね。うんとね、それもまたあの購入するその価格帯、その方が望む価格帯ですとか、うん、またあの、まあ、当然その年収にもよるんでしょうけれども、うんうん、まあ、望まれているその内容にもよりますよね、うん、例えばご年収が400万円です、うん、じゃあ5000万円の物件買いたいです、うん、というふうな話に仮にですよ、はい、まあ、ちょっと例えが大げさすぎますけれども、うん、なるとしてもこれはもう不幸のどん底へまっしぐらという、うん、まあ、極端なこと言えば、はい、ただ物理的にそれがじゃあ可能なのかっていうと、うん、まあ、当然そのご援助があるとかないとかね、その資金的な、うん、ご身内ご親戚関係含めてご援助があってこれそれだけの買い物ができるよということであれば別ですけれども、うん、全てを住宅ローンで賄うとか、うん、そういうふうなケースになってきますと、うん、まあ、簡単に言えば無謀な、そうですね、お買い物になるわけで、5000万を30年で借りたら月いくらぐらいですかね。今の金利で計算すると、15万ぐらいのイメージになると思うんです、うんうん、そうすると微妙ですよね。15万の家賃を払うのがいいのか、それともどんと、まあ、例えば3000万30年で借りて、5000万を30年で借りて毎月15万払って
行くのがいいのかっていうところですね、うん、そうですね、うん、まあ、ただその借りるにも、ただじゃあその方が、まあ、仮に今例えを出させていただいた400年新約名の方が、うんうんうん、窓口行って5000万貸してくださいって言っても、まあ、これはあの当然その今は申請だとかね、うん、これがあの本当二昔ぐらい前、20年ぐらい前は、うん、担保さえあれば、うん、あのどんどんお金貸してくださる時期もあったんですけれども、うんうんうん、今はまあ当然どこにお勤めで、うん、どんなご家族構成で、うん、年齢がおいくつでというふうなところまで細かく銀行の方で審査が入りますので、まあ、当然その妥当性のある借入れ金額には当然なるんですけど、その審査の結果も、はい、ただ我々もそこに行き着く前にあの的確な適切なアドバイスをやっぱりさせていただくのが使命だとは思ってますので、はいはい、まあ、その中であのきちっとその動機きっかけ、うん、何のためにというところを配置をさせてもらって、でその方にとっての一番幸せをこう提案、裁量ですよね、うん、提案できるように今心がけてはいますけど、すごく大切ですね。アメリカでなんかこうそういう住宅に関して低金利かなんかでもバンバン家を、そうですね、金貸して貸して建てて、はい、で崩壊しちゃったっていう中で、はい、あれ何でしたっけね、なんかそういう事件ありましたよね、うん、あのリーマンショックの、リーマンショック、はいはい、うん、そういうことですよね、まあ、まさに誰でも年収ある代関係なしに土地担保にバンバン、うん、まあ、ミニバブルとかね、はい、言われてましたけど、やりましたもんね、はい、そういうことは良くないだろう、良、くないと思います。その生活を見て、そうですね、賃貸がいいんじゃないですか、あるいは買った方がいいんじゃないですか、はい、ということをちゃんとアドバイスもしてくれる、ね、むしろそこがとっても僕らは注視してるところだね。うーん、まあ、でも不動産屋さんからするともう売ったもん勝ちみたいなところもあるわけじゃないですか。まあ当然飽きないというところの角度だけで見れば、まあ、我々も当然買っていただいたり借りていただいたり、また売っていただいたり貸していただいたりということでの募集を、うん、はい、得てご飯を食べさせていただいてますから、お客様にですよね、うんうん、だからそれを考えるとそこに固執せざるを得ない部分もある意味あるんですけれども、うんうん、ただそこはちょっと古い言葉使えば腐っても怠で、はい、まあ、基本的には僕ら何のために仕事してますかっていうと、うん、まあ、お客様のお役に立つためにお仕事をさせていただいてるっていうのが、うん、まあ、根本になると僕は思うんですね、はい、だから、うん、そこを履き違えてしまうと、ただただ藤川さんおっしゃる通り売るだけ貸すだけというね、うん、もう最終的には、うん、そこになってしまって、はい、何のために僕らが逆を言えば仕事してるのかというところが、うんうん、不明確になり、はい、まあ、育成は会社の存続すらもという、うん、そんなことになるんじゃないかなって、ね、僕はですね、うん、ちょっとおかしな人かもしれませんけど、いや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 、そういうふうに強く強く常に思っているんですけれども、真帆、うんうん、ちゃんからするとこんな人生哲学を持ってる社長のもとで働いてどうですか。もうこの話は耳にタコ。じゃあ常日頃から金儲けよりも先にもっと大切なものがあるんだよ、お客様を幸せにすることが大切なんだよってことを社長は言い続けてるわけですね。そうですね、毎日どころか毎時間毎分ぐらいの勢いですけど。すごいね。ということで社員の方々はそういう文化というか、そうですね、もうそれが当たり前に身についちゃっているものなので、なるほど、まあ、だから同じ変人扱いはよく外の方からはされちゃう時はありますけど、そうなん、でもそれって変人かな。いや、それが正しいと思うし、そういう会社こそ伸びてるような気がするんですけどね。いや、まだまだ僕ら駆け出しなんで偉そうなことも言えないんですけど、創業まだそうなんです、去年の、ね、9月にオープンさせていただいたばかりで、はい、会社が出来上がったのは去年の7月なんですけど、はい、宅建取引業の免許の取得というのが、うん、大体2ヶ月弱ぐらいどうしてもかかるんですね、うん、最短で、はい、でその手続きをさせてもらってると会社が出来上がっても営業ができない期間が、うん、生じてしまうんですよ。でそれでもって7月に会社ができたんですけど、うん、9月からの実質営業開始という形に、うん、はい、まあ、グランドオープンが9月の15日だったっけ。で9月15日がお誕生日と。そうです。いうことですね、毎年。はい。はい、じゃあメモっておきますね。9月15日。メモっておいてね。はい、9月15日。15日。そっかそっか。じゃあ1年ちょい。はい。
ね、1年3ヶ月ほどそろそろやられて、ね、まあでもまあ僕も会社何個かねやりましたけど、最初の3年はもう本当にしんどいですよね、うん、もう地獄としか、まあでも楽しいんですけどね。いや楽しいですよ、もう逆に安定しちゃうと面白くなくなっちゃってつい新しい会社作ってまた苦労しちゃったりとかするんですけどでもしんどいのはしんどいですよね。いやいや、もう楽しませてもらってます僕は、はいはいはい、だって休まなくね仕事していて、で本当は毎週火曜日が休みなのに、火曜日にディーズ・エステートさんが出してるタウニーっていう地域情報誌があるのね、タブロイド版の、そうですね、今日はないですね、はい、今日持ってかなかったです、また、はい、タウニーってなって、そのテレビ版ということでタウニー TV っていうのを、火曜日の7時から、本格開始は来年からです、ね、来年の 1月から、うん、ということで今ちょっとテスト放送をやってる、今 0.6 回 0.4 回でしたっけ、第1回目が第0回で今まで3回やったんでしたっけ、あ4回やったんでしたっけ、4回3回だ0.6 回第0回と 0.5 回と 0.6 回まで、0.6 回、次は 0.7 回、0.8 回、0.9 回やって、来年から第1回と、そこそこということになると思います。明日0.7回。明日ですね。そうか、明日第 0.7 回をやりましょうということで。はい、藤川さん、まだお時間いただけますかね。はい、そろそろ。もう、あ、そろそろ。あ、じゃあ最後に、すいません。はい、あ、藤川さん、この方映してください。はい、出ました宮脇ちゃんです。宮脇先生です。はい、で実は昔、茅ヶ崎テレビにも出ていただいてましたね。そうですね。はい、もう2年ほど前に、はい、出演されてらっしゃったというふうに伺ってますけれども、うん、はい、12月の15日に、はい、同じ、そうなんです、はい、先ほど の、 ハウオリチームの忘年会と同じ日ですね。あ、はい、かぶってますね、すいません、はい、でもこちら昼間ですよね。そうです、昼間、はい、あ、昼間というか夕刻、はい、4時から、7時までの間ということで、はい、絆会というふうに勝手に称しましてですね、はい、でこれ弊社のイベント新企画ということで第2回目になるんですけど、うん、前回秋の集いということで開催させてもらって大盛況だったんですが、この度は冬の集いという、はい、でこの度も前回に続いて生年月日でわかるご夫婦ご家庭円満の秘訣と、はい、なんかちょっと興味深そうなタイトルになってますけれども、まあ、生年月日から要は動物占いなんかを利用して、すごい当たりましたよね。そうなんです、僕もその前やっても、一緒にね、宮城さんと一緒に飲んだ時にちょっとビビってやってもらったんだけど、と思うぐらい当たる、うん、いやものすごいんです、ご勤務先での人間関係ですとかね、うん、ご家族もしかりで、うん、いろんなところに行かせると思いますので、うん、ぜひご応募いただき、生年月日教えてくれたら俺今ねそのねアプリでも生年月日言いたくない、電話番号でもいいよそれ以上だったら郵便番号でもいいで、まあ、一応ホームページからご応募いただけるようにはなっておりますので、はい、まあ、あと店頭でこういうのチラシもお配り、今ご覧いただいた写真、うん、宮脇先生の写真のチラシもお配りしてますので、はい、矢端の TJ ステートへお立ち寄りいただければ、はい、チラシを無料でお渡しします、はい、ホームページここに出てます、はい、あ、本当だ、出てる、はい、出てますね、こちらまで、はい、こちらそう、ホームページのお知らせっていうところの枠に出てますから、うん、はい、で、あとそう、前回お知らせしたアプリの開発が若干遅れてまして、はい、今月のちょっとタウニーに間に合わなかったので、はい、来月のタウニーで QR コード間に合えば、タウニー今月は今週ですね、今週の木曜日、はい、皆さんのタウニー第何号ですか、第15号です、15号が、はい、何万部でしたっけ、5万6000部5万6000部発行してるんだよ、はい、ね、別に売ってるわけじゃないですよね、5万6000部吸って出してるんですよね、そうです、そうです、フリーペーパーってする、あ、そっか、最近言わないか、いや、スルって言います、いや、なんか藤川さんのイメージで吸うとかなんか飲むとかいう、そういうこの唾のイメージになっちゃうちょっと話それるか、その話するとそれはタウニーテレビの中です、そうですね、タウニーテレビ、はい来週火曜日、あ、今週火曜日、まあ、毎週火曜日、ね、あ、そう、あ、今週火曜日、今週火曜日、今週火曜日、明日も放送です、はい、はい、あれか、はい、19時間、そう、飯田ちゃんは来週、今週は、今週は休みで、来週で、はい、はい、ニコ生でやってますんでね、はい、ニコ生で放送してます、ぜひ、はい、ご覧くださいませ、ということで、ティーズエステートの林社長と魔法のちゃんです魔法のって自分で言える、魔法のそれは言えるよ、ね、そうですね、炙りカルビって言える、
炙りカルビ、うん、炙ったカルビ炙りカルビって10回言って、せーの、炙りカルビ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 、炙りカブリ、炙りカブリ、ありがとうございました、ありがとうございました。あ、年内最後かな、もう。あ、そうです ね、良いお年を、良いお年を、はい、ありがとうございます、良いお年をお迎えください、さよなら。ありがとうございます、ありがとうございます、すみません、はい、失敗ちゃう、炙りカブカルビ言える？まだ最初に言えなかった、だいぶ練習してんだよ、炙りカルビ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 、ダメですね、今日はなんか炙りカルビ、寝てますね、寝てるね。はい、ということでした、はい、TZ セット今度遊びに行こうね、そうですね、すっごい綺麗な会社なの、びっくりするよ、なんかなんかね、さっきの、 輸入住宅で実際に建てられていて、うん、本当に綺麗なお家で、お家というかお家みたいな会社でね、うん、なんかほのぼのするっていうか、そんな感じです、はい、あ、ところで時間は大丈夫ですか、はい、そうですね、もうすぐ11時ですね、うん、はい、今日は、この後テルジさんのコーナーなんですけれども、千春ちゃんは早退です。早退、11時ね、もうね、だからみんな年末進行で12月忙しいらしくて、はい、はい、じゃあもうこのタイミングがいいかね、そうですね、テルさんいる途中で抜けるのもあれだしね、そうですね、はい、残念なんですが、良いお年をだよね、はい、そうですね、今年、あ、でも忘年会来れるの12月10日、10日って何曜日でしたっけ、火曜日、来週の火曜日、火曜日なんて無理だよね、また戻るとなったら1分ぐらいしか出ないかもしれない、いいよ。まあ、ぜひ顔だけでも出しに来てください、やりました、はい、じゃあもしかしたら良いお年を、はい、良いお年です、ありがとうございました、お疲れ様です、はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、ちゃんに代わって BJ さん MC 登場です、心の準備がさせてください、全然何も、はい、茅ヶ崎のシンガーソングライター BJ さんです、こんばんは、はい、ビジェさんと含めて、はい、これから、前回、茅ヶ崎市長選に出たものの、はい、残念ながら後輩を惜しくも舐めてしまった、はい、テルジさんのコーナーです、テルジさんどうぞ、はい、こんばんは、第1月曜日、はい、茅ヶ崎テレビ、出させていただいております永田テルジです、よろしくお願いいたします、もうあっという間に12月になっちゃって、はい、そうですね、はい、はい、で今日はですね、はい、まだ12月今日2日でしたか、はい、まだね1ヶ月残してはいるんですが、はい、まあ、年内最後の茅ヶ崎テレビ出番ということで、うん、はい、今年の重大ニュースやろうかなと思ったけど、うん、いいですね、はい、でもね、はいはい、10個もやると時間はとてもないんで、はい、5個、はい、国政と市政で5個ちょっと選んできました、はい、ということで永田テレビの5大ニュースなんですが、はい、すいません、ちょっとその前に告知をさせてください、はいはいはい、前回の時にね、うん、ふれあい畑塾っていう事業の告知をさせていただきました、はい、でこれは農林水産省の助成をいただいてね、はい、やっているあの地域で、まあ、農業をね振興していこうっていうそういう事業の告知をさせていただいたんですけども、はい、私もいろいろ活動に関わっている中で、はい、その前回農林水産省の助成をいただいているふれあい畑塾、はい、告知させていただきましたけども、はい、今日はですねちょっとこちらの方ちょっとお願いいたします、はい、ウィンタージャズフェスティバル、何ですかこれは、ウィンタージャズフェスティバル、実はねこれ何かっていうと今週の金曜日ですね、そうなん、土曜日じゃなかったっけ、あ、金曜失礼しました、はい、今週の金曜日なんですが、はい、実は茅ヶ崎市と岡崎市、愛知県の岡崎市がゆかりの町の協定を締結して今年度が30周年なんですね、で春からいろんなイベントを岡崎市との交流の中でやってきたわけなんですけども、いろいろ岡崎市と茅ヶ崎市の市民の皆さんが行き来したり、いろんなイベントをこう盛り上げたりとかしている中での、最後の事業ということで、うん、ウィンタージャズフェスティバル、その30周年事業の最後のイベントなんですが、はい、なんでジャズなのっていうことなんですが、うん、実は岡崎市がジャズの街ということで地域振興をやってる関係で、うん、その岡崎市のジャズの街を茅ヶ崎でやろうということで、このウィンタージャズフェスティバルを今度の金曜日にやるんですね、
で、市民文化会館大ホール大ホールで3000円でやります、はいはい、でビッグゲストがいます、はい、あの何人か出てくださるんですけども、はい、日野照正さん、日野照正さん来ますか、出てくださいますんで、はい、でもうジャズ好きな人にはね、うん、もうたまんない企画だと思うんですが、はい、あのまだ少々ねチケットがございます、うん、はい、ですので、市民文化会館の方にお問い合わせをいただくか、うん、まだあの当日券も残っているということなんで、はい、ぜひあの来ていただければありがたい、うん、その岡崎市とゆかりの町最後の授業ということで、はい、ウィンタージャズフェスティバル、うん、今度の金曜日ですので、はい、あの今茅ヶ崎市の3000円、安いですね、ね、そうですよね、大特価ですよね、そうそうそう、そうなんです、はい、まあ、締めのね事業なんでね、はい、ぜひ皆さん来ていただきたい、うん、で茅ヶ崎市のホームページのトップに今バナーが出てますんで、はい、茅ヶ崎市のホームページ行くともうすぐたどれるようになってますので、はい、そちらの方も検索していただければありがたいかなというふうに思います、はいはいはい、あの岡崎市 のキャラが変ですよね、岡左衛門、岡左衛門、はい、あのだから中国の偽物ドラえもんみたいな、ああもうそんな感じですよね、あの顔が岡の字なんですね、漢字の岡でね、であの岡崎市さんと交流している中で岡左衛門も茅ヶ崎に来ましてですね、はいはい、そのイベントをやるとき、実はなんで私この宣伝してるかというと、その岡崎市との30周年記念事業実行委員会というのがありまして、はい、それの実行委員長なんですね、まあ、その立場 でこれまで今年度いろんなイベントもあの関わってきたわけなんだけども、うん、まさにその式典の、挨拶も私開会の時やったわけなんだけども、うん、目の前に岡左衛門がいるんですねでしれーっとした顔で座ってんですよ、なんか非常に変な感じでねあのいろんなね岡崎の来賓の皆さんがこう並んでるわけなんですけど、そこにちょこんといるんですよね、すごいなんか妙な気持ちでこう挨拶した覚えがありますけど、あの最初岡崎市の皆さんも気持ち悪い気持ち悪いって言ってたんだけど、今なんか人気が出てきたら、はい、あの勝ち負けの例じゃないけども、今岡崎市盛り上がってるらしいですよ、なんか、あまり変だからそうですよね、忘れられないですよね、あの今なんかゆるキャラも2000体ぐらいなっちゃってるらしいん で、なんか岡左衛門とか船師みたいに、うん、こうとんがってないとなかなか目立てないっていうのはあるんでしょうね、あ、ところでなんかあれなんとかグランプリありましたよね、ゆるキャラグランプリ、あれ結果は出たんでしたっけ、うん、出ました出ました、あれどうでしたっけ、茅ヶ崎市は茅ヶ崎市80位、あの江戸島の80位、80位か30位以内目指してたんだけどね、1544対18位、まあまあまあ良かったんじゃないですかね、まあ、これ俺も頑張ったんですよ、毎日毎日レールやってましたからね、だからこれからもっと目指すためにね、はい、ちょっと悪い江戸島のとかねちょっととんがっちゃうとかねチャリタ悪そうじゃん、チャリタ食わせてみたいな、え、もしもチャリタ、それから自転車もらってるって言ってましたね、まあそんな、はい、こんなであの時間もあんまないので、今度の金曜日、はい、日野照正さんビッグゲストで、はい、参加してくれますウィンタージャズフェスティバル、はい、あの3000円で、はい、まだ、若干チケットございますので、うん、ぜひ、来てくださいということで、はい、はい、じゃあ、早速ですね、私が選びます永田テラジ、テルジが、テラジ、自分の名前間違えちゃいけないですね、アブリカルビって言います、いやいやいや、それアブリカルビです、アルビダメダメダメ、アブリカルビ、アブリカルビ、はい、すごい難しい、アブリカルビ、アブリカルビ、アブリカルビ、お、難しいですね、わお、はい、はい、はい、で永田照治が選ぶ今年の5大ニュース、はい、ということで、はい、国政から2つ、はい、で市政から3つ選んできました、はい、で第5位じゃんっていうわけなんですが、じゃんドラムロールないんでね、はい、口で、第5位はね、あのアベノミクスを選びました、はいはい、あの安倍政権誕生した、ね、衆議院選挙は去年の12月なんですけども、まあ、去年の12月か今12月ということで、うん、まあまあ、今年がまあ最初の1年目と、うん、いうことなんですけども、あの安倍さんが、ね、うん、打ち出したアベノミクス、はい、でもともと日本が、ね、デフレと不景気に、ね、苦しんできた中で、やっぱりデフレ脱却っていうのが一つの鍵になるっていうふうには言われてたじゃないですか、で私もあの前々から、うん、
デフレだデフレだ不況だ不況だって言ってる時から、うん、まずできるのは金融緩和しかないしかないとまで言わないけど、うん、まず金融緩和 やんなきゃダメだっていうのは私も言ってたんですね、はい、っていうのは景気対策って限られた手段しかないわけで、まあ、一つは財政支出で景気を刺激するっていうのと、あと、減税して、お金を市中に流すということと、あと金融緩和っていうふうに、まあ、大きく3つの手法があるんだけど、財政支出も日本の財政厳しいから、うん、大盤振る舞いそんなにやっていいものかって議論はどうしてもあるじゃないですか、うんうん、であと減税も財政が厳しい中で減税やるのっていうところとか、あと消費税の議論なんかもねある中で減税、まあ、今度ね法人税減税も議論されているとこなんだけど、うん、まあ、私が前々から言ってた時はその減税っていうのもなかなか取りにくい手法だなと、うん、となるとやっぱり中央銀行、日銀の金融緩和しかないなということはもうずっと言ってたんです、うんうん、で安倍政権が誕生して安倍さんが金融緩和やったので、うん、まあ、よくやったというふうに確かに思いました、うんうん、でね景気の先行指標たる株価、うん、日経平均もいくらぐらいでしたっけね、8000円ぐらいだったのかな、はい、それが5月ぐらいに1万5600、900ぐらいまでガーって上がって1回ね、うん、ズドーンって落ちて、うん、で今ここでまたね5月並みに戻ってきたっていう状況があるわけですよね、まあ、ドーンといって1回落ちてまた戻ってきてるわけなんだけども、うん、まあ景気の先行指標たる株価とあとデフレにデフレ対応をすべくね、円高に対応すべく円安にリードしてきたっていうのは、まあ、ここはね、うん、評価できる部分だというふうに思うんですよね、はい、うん、でやっぱりこれから注目は、まあ、2通りの道筋があって、うん、金融緩和やって金融市場を膨らんだものの、うん、そこで終わっちゃって、はい、実体経済に結びつかないで、うん、終わっちゃったねっていう可能性も、うん、これはあり得る話だと思うんですよ、うんうん、で一方でその金融緩和の刺激によって、実体経済に火がついて、うん、景気が回復するっていうシナリオもこれはあると思うんで、はい、注意深くね、うん、見ていきたいなっていう思いで、うん、来年にも続く意味でね、うん、アベノミクスってのはちょっと注目すべき出来事だなというふうに思って、ね、経営者がどうするかですよね。そうですよね。ドーンとそこで勝負かけるかどうかだと思いますね、はいはいはい、内部留保しそれをずっとしちゃったら全然また動かなくなっちゃいますよね。そうですよね、うん、だからやっぱり規制緩和進めて今藤川さんおっしゃったように、うん、事業者の方々がこう、うん、大きくこうチャレンジ事業にできるような環境を整えてあげるっていうのは、うん、国のね政府の仕事だと思いますので、それはしっかりやっていかないといけないですよね、うん、はい、うん、っていうふうに、ちょっと5位に選ばさせていただきました。5位はアベノミクスだったわけですね、はい、はい、それではで第4位なんですけども、残残オリンピックオリンピック2020ですね、はいはい、私は朝ね、日東京オリンピック2020が決まる日の朝、なんか早朝の用事があったんで、うんうん、早く起きたんですよ、はい、そしたらまだ発表してなくて、うん、これからですっていうところで、うん、こうテレビ見てたんですね、うん、ですなんかすごくドキドキしましてね、はい、なんかなんて言うんだろうな、テレビを見てドキドキしたっていうのは久しぶりでしたね。うん、でなんかこう東京有利って事前に言われていたものの、うん、終盤でマドリードが巻き返している、はいはいはい、いやむしろひっくり返したみたいな情報さえ流れてたんで、うん、どうなんだろうなと思いつつ見てて、うん、はい、で朝の何時でしたっけね、4時か5時だったと思うんですけど、うん、私こう起きてまだ布団の中でこうテレビ見てたんですね。で隣で奥さんがまだ寝てて、はい、ガガいびきかきながら、ね、寝てたんですけど、このテレビ見てて、はい、でロゲ会長がくるっとね、うん、こうね札をね、うん、東京、うん、こうやってこう出してきて、こうやって出しましたね、はい、で会場で、うん、日本の関係者の皆さんも大喜びしてたじゃないですか、うんうん、フェンシングの人誰でしたっけね、太田選手なんかもね涙流してすごい喜んでましたけど、うん、私もねその部屋で
あの隣に寝てる奥さんしかいないのに、うん、ガッツポーズ出ちゃって東京って言っちゃいましたもんね。東京さ 隣の奥さんなんつってね、まだ寝ぼけてましたけど、でもねそんぐらいあの期待してたんですね。っていうのはやっぱりあの昭和39年、うん、1964年の東京オリンピック、うん、私その年に生まれたんだけど、はい、あのやっぱり上の世代の人たちから話聞くと、やっぱり東京オリンピックって一つ の、うん、あの戦後の日本が復興していく過程のエポックだっていうのも聞いてたし、うん、大きなイベントによって、うん、そのジャンプアップした、うん、経済もジャンプアップしたし社会もジャンプアップした、うん、あのオリンピックに合わせて東海道新幹線ができたりとか首都高速がね開通したりとか、うん、そういう話も聞いてたんで、まあこう戦後の過程と今のね、うん、あの成熟した日本とは環境がまあ違うけども、うん、やはりそれなりのねあの大きなインパクトっていうのは、うん、過去のオリンピックを開催した国には見受けられるわけなので、はい、うん、ぜひ期待したいですよね、うん、2013年今7年後ですよね、2020ですけども、うん、まあそのオリンピックに向けてまあ経済でねあの不景気でもう 長らく失われた10年失われた20年と言われて苦しんできた日本なんで、うん、本当にこうみんなでね良くなっていくようなそういう状況ね経済状況を味わいたいなって思うんですよね、うん、まあ一本調子にっていうのはなかなかないと思うんですけども、うん、でっこみ引っ込みありながらも、うん、2020の東京オリンピックに向けてね、うん、すごく元気なね日本に、はい、なっていってもらいたいなという期待を込めてね、うん、第4位オリンピックですね、はい、でさっきの第5位のアベノミクスとも絡んでくるんですけども、うん、一部忙しい、業界も出てきましてね、まあうん、これはね消費税増税との関係が大きいのかなとも思うんですけども、まあ、高額商品なんかはね、うんうん、今すごくこう購入される方が多いみたいで、うん、大工さんとか、うん、ペンキ屋さんとかそういう関係の方はもうすごく忙しくて、うんうん、私の方にも誰かお手伝いできる人いないかなっていう、うん、探してくれないかって話来るんですよ、うん、で知り合いの例えば大工さんとか知り合いのペンキ屋さんに、うん、ちょっとお手伝い出せるかなって聞くと、うん、いやいやこっちが欲しいぐらいだよってそういう状況で、うん、まあちょっとね消費税が上がった後がね、うん、怖いかなっていうのはあるんだけど、10%に、ああそうですね、うん、だからまだ続きますねそれは。そうですね、だから今だともう多分来年の4月でしたっけ、うん、そこまでに引き渡しって難しいので、はいはい、今家買おうって考えてるやつは 10% になる前にっていうふうに考えてるみたいですね、うん、まあそうですね、うん、再来年の10月でしたか、はい、予定はね、はい、うん、ただ再来年の10月に上げるかどうかはまだちょっとね流動的な部分もあるんで、うん、まあそうですね、はい、もしかするとね来年の 8% 上げはもう確定なんだけど、うん、はい、再来年の 10% 上げはまたその時の経済状況を見てということになると思うので、うん、はい、まあ、うまくいってればね、うん、上がるんだろうなというふうに思うんですけどね、うん、はい、じゃあ、はい、5位4位がアベノミクスオリンピックということで、第3位はですねここから姿勢になります。あれ残って言わないんですか残第3位ですけども、はいはい、茅ヶ崎市、うん、ホノルルと姉妹都市を結ぶ動きと、はい、これまだ今ね決定じゃないんです、はい、今そのホノルルと姉妹都市を結ぼうという動きをしているところでして、うんうん、でも来年には締結に至るんじゃないかなと思うんですよね、うん、でさっきもねお話出ていたんだけども、はい、茅ヶ崎アロハ10年ほどやってる中で、うん、茅ヶ崎にも随分アロハ文化根付いた、うん、だなって感じるんですね実際この10年 でもまだ10年なんですね。そうですね、だからもともと下地はあって、うん、フラダンスやってる方とか多かったと思うし、フラダンスやらなきゃいけないって話ですね。違います、違います、フラダン、フラっていうのは、ダンスっていう意味なんですね。あ、さっき言ってましたね、ダンスダンスだよ、ダンスダンス、あでもついついフラダンスって言っちゃいますよね。言っちゃいますね、チゲ鍋みたいな。ああ鍋ですか、なるほど。フラ、はい、はい、でフラやってる方多かったりとかね、うん、そうサーフィンやってる方のね、うん、文化も茅ヶ崎根付いてましたし、うん、そういう下地があって茅ヶ崎アロハっていう仕掛けが10年前に
うまくこう作用してわーっと広がっていったんだろうなというふうに思うんですね。で私は今前市議会議員という立場で市政 に対しては浪人中の立場なんだけど、8年議員やってた時にも議会で茅ヶ崎アロハ一生懸命やってんだから、ホノルルであるとかハワイの都市と姉妹都市結んだらどうかっていうのは結構言っていた、提案してたんですね。で、まあ、私だけじゃなくて他の何人かの議員さんも言ってたんだけども、その時の市側の答弁というのは、いや姉妹都市っていうのはお金もそれなりにかかるし、あ、そうなんですか、まあ、行ったり来たりお金かかるっていう話ですよね、うんうん、で、お金もかかるし、まあ、市民の皆さんの友好が深まったら考えますって非常に後ろ向きな答弁だったんですよ。だから意外に今の私の立場 もしくは今現職の市会議員さんもそうなんだけど、結構急転直下、動きが進んだねっていう印象なんです。今の現職の議員さんも、はい、その当時のなんか煮切らないような、答弁だった時からすると、まあ、急に動いたねって感じはあるんだけど、まあいいことはいいことなんでね、また姉妹都市ホノルルと結ぶ中で、茅ヶ崎の特性を生かす街づくりってできると思うんで、これはいい話かなと思って、いや僕らもさっきのハウオリタマさんなんかと一緒に、茅ヶ崎ハワイアンセンター作ろうかみたいな話を、ハワイアンビレッジでしたっけ、ハワイアンビレッジを作ろうかって話をしてましたね。いいですね、やっぱり湘南のこれから、まあ後でも触れると思いますけど、湘南の玄関都市になりうるポテンシャルを茅ヶ崎市持ってますから、ぜひね、そんな企画 いろいろこうとにかくアイデアっていうのはバン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 出して、まずは最初にできるかなできないかなって考えてると、どうしてもね後ろ向きになっちゃうんで、まずアイデア出してその中からできることをね、やっていくっていうのがね、もう前向きにね、街づくりやっていくポイントかなと思うんですよね、はい、という第3位、第3位でした、ホノルルとの姉妹都市提携に向けた動きということで、はいはいはい、じゃあ続いてなんですが、第2位、第2位残、はい、でこの第2位はですね、私としてはじくじたる思いではあるんですが、まあ、やっぱり大きな出来事なので触れざるを得ないということなんですが、やっぱり市役所庁舎の建設に向けた動きが着々と進んでいるっていうことなんですね、はい、で私も前回の選挙で庁舎の建て替えはこれは全体的な財政状況を考えた場合にはこれはちょっと偏りがあっておかしいと、でまだ古くなって建て替える、私ね平塚市の議員とか藤沢の市の議員だったら市役所の建て替えは全く反対しないです、今平塚市も藤沢市も建て替えに向けて動いてるわけなんですが、と、はいはい、いうのは藤沢市も平塚市ももう十分使い切った、寿命を迎えた庁舎なんで建て替えるのは当然なわけで、平塚とか行きましたけどボロボロですもんね。そうそうそうなんですよね、ただ一方で茅ヶ崎市っていうのはまだ36年37年の地区、36年37年で使い切ったわけじゃないと、だからなんでやるのって言ったら地震に弱いからって話なので、古くなったから建て替えるわけでは決してないんですね、で地震に弱いということであれば耐震補強すれば地震に対応できるわけで、で建て替えに比べれば十分安価なね、安い金額で済ます対応することができて、でその分を他の市民サービスに回すことができたわけなので、まあ、反対してたわけなんですが、まあね、私も苦杯をなめたので、まあ、じくじたる思いということですよね、でもう施工事業者も決まりましてね、こう先日、戸田建設と亀工業さんの連合体に決まって、で来年からもう工事に入ると、で次の選挙が再来年の4月なんですよ、で次の再来年の4月までは少なくとも、服部市長は市長として、茅ヶ崎の舵取りをするし、今の市議会議員の皆さんも、再来年の4月までは議員として、議員活動をやるわけですよね、で服部市長が建て替えを推進して議会の過半数もそれを容認しているわけなので、いかんともしがたいじくじたる思いだけど、まあ、粛々と進んじゃってるという状況なわけで、じゃあ選挙は次回の選挙終わった時っていうのはどういう状況かというと、もうほぼほぼ工事が終わっちゃってる、まあ終わってなくても途中っていう話なんですね、でそれをじゃあぶっ壊して元に戻して、カレンダーを時計を元に戻しなさい、なんていう話はありえないわけだから、まあこの
庁舎問題はね、まあ、残念ではあるんだけど、まあ、着々と進んでいるのが、うん、まあ悔しいけども、まあ、これはね、あの大きな出来事ではあるので、うん、はい、第2に触れさせていただきました、はいはい、で第1位、はい、残、はいはい、一見地味かなと思いきや、うん、とても大切なことなので、はい、これ1位にさせていただきました、はい、あの相模縦貫道の開通一部を残して、寒川北と海老名南インターの部分がまだちょっと未開通なんだけど、うん、はい、それ以外のところが開通したわけなんですね、うんうん、でこの未開通の部分の寒川北と海老名南間も、うん、来年度には開通の予定なんで、うん、こうドーッとこう相模縦貫道がつながるわけですよね、うん、はい、そうすると今までの茅ヶ崎市の交通事情と全く違う大転換がここで始まるわけですよね、うん、あの東名高速とも接続されて、うん、また中央自動車道とも接続されるわけで、はい、そうするとあの東京方面の人たちが、うん、東海道1号線から、まあ、今まで来てた人たちが東名でドーンドーンと来る、そうですね、はい、方々も非常に多くなると思うし、そうですね、中央自動車道の八王子とかあっちの方からも、うん、まずは湘南に行こうっていうと、こう茅ヶ崎と平塚のこの間のところにドンと降りてくるわけですよね、うん、はい、そうするとこれからまさに茅ヶ崎市っていうのが湘南の玄関都市になりうる大きなポテンシャルを持ってるわけで、はい、これを今後の10年20年の街づくりにね、うん、あの生かさない手はないし、また生かさないと単に通過されてしまう街になってしまうわけですね、うん、で、排気ガスまき散らされて終わりになっちゃうんですね、はいはい、そうですよね、であの自治体の経営を考えた場合に、うん、あの住民サービスを向上したいっていうのはこう当然あるわけなんだけど、住民サービスの向上には当然お金がかかるものが多いわけで、あのその意味においては増収を図っていかなきゃいけないわけですよね。で昔から議論があったんだけど、あの企業誘致をしましょうと茅ヶ崎市、うん、あの法人の市民税が、うん、個人市民税の割合に比べて少ないので、うん、企業誘致しましょうというものの、じゃあ一体物理的にどこに誘致するのっていうのが今までの議論だったわけなんだけども、うん、相模縦貫道ができて、まずは名称は寒川南インターっていうんですけども、うん、この寒川南インターでちょうど茅ヶ崎市と寒川町の境にあって、うん、ここが今市街化調整区域なんですよね、うん、で市街化調整区域っていうのは調整はやめましょうっていうところなんだけど、はい、そこにインターチェンジがドーンとできると、うん、全く今までの土地の性格が変わるわけじゃないですか、うん、はい、だからこれを茅ヶ崎市と寒川町とあと神奈川県で連携して市街化にこう用途変更して、うん、ここにあの事業系のね企業をこう持ってくる、はい、うん、これ大切だと思うんですよ、はい、でその法人関係の税収でそこで雇用をこう創出すれば、市民税、個人市民税もそこから入ってくるというサイクルが生まれるわけなので、それはやっていかなきゃいけない大事なことなんですよ、ね、はい、大丈夫です、大丈夫です。であと、はい、ちょうど柳島海岸のところに茅ヶ崎海岸インターってあるんですけども、うん、そこに今まさに相模縦貫道ドーンと来て134号のところにぶつかるわけですよ、うん、そうするとさっきの話ですけど、何もしないでいると東へ行く車は茅ヶ崎を通過して、鎌倉江ノ島へ行ってしまう、はい、で西へ行く車は平塚市を通過して、熱海、はい、箱根へ行ってしまう、はい、で単に排気ガスまかれるだけになってしまうわけで、うんうん、で あそこの相模川を挟んだちょうど縦貫道が降りてきたところの状況っていうのが、まさにあの平塚側には漁港があって、うん、で茅ヶ崎側には農業振興地域があるんですね、うん、ただ農業振興地域と言いながらもあの決して農業が活発に行われているわけじゃないので、あの茅ヶ崎側はしっかりと都市農業を見据えた、道の駅のようなね、道の駅っていうと国土交通省がいろいろ縛りあるんで道の駅ってズバリ言えないんだけど、あの都市農業をキーワードとした道の駅のようなもので、また平塚市は、漁港という関係の中で漁業をねキーワードにした、道の駅のようなものを、これをね茅ヶ崎市と平塚で組んで、こう決して茅ヶ崎市と平塚市が潰し合っても意味ないんで、組んで下から降りてきた人たち車たちをキャッチアップすると、スルーされないように、
そういう取り組みをする中で、まあ、国家でいうなら 外貨を獲得する活動をして、税収増収を図る、うん、でそのことによって回ってきたお金を市民サービスの、ね、向上に福祉とか教育とか、うん、あと道路下水とかのインフラ整備に回すって、これをできるかできないかっていう大事な今後、ね、10年20年にかかってくる大きなインパクトのある出来事なんですね、うん、なんか道路が通っただけじゃんっていうだけではない、うん出来事なんです、うんうん、なのでこの相模縦貫道を第一に選ばせていただきました、うんうんはい、それは今の照次さんの構想じゃないですか、はい、あるべきだって、はいでも、ま、すごくいい構想ですよね。それは進んでるんですかね、例えば 市役所とか。実はですね、うん、あの私も今でもいろいろな市の職員さんお付き合いありますから、うんうん、これは常々言っているんです、はいうん、で市の職員さんでもこう賛同してくれてる、うんうんうん、職員さんは、それに向けたねこう地ならしのような、はい、形でねいろいろこう、まあ、動いてくれてるとまでねなかなか言いにくいけども、うんうん、でまあ仮にそれがねあの今の現職の市長さんの下で行われたとしても、うん、誰の手柄とかいう話じゃなくて、うん、これは茅ヶ崎市にとって大切な取り組まなきゃいけないことなので、うん、あのどんどんやっていくべきだと思いますよね、はい、そうですね、うんうん、そうかそうかということで、はい、単に道路が開通したよってだけじゃない、うん、大きな未来に向けたね、うんはい、茅ヶ崎にとって大きな出来事なんで第一に選ばさせていただきました。わかりました。ということで、はい、あと1ヶ月弱あるんですけども、ちょっと早い永田照次が選ぶ今年の5大ニュースでした、はい、ありがとうございます。また来年よろしくお願いいたします。良いお年を。良いお年を。あでもまあ忘年会で。あそうですね、はい、じゃあまた忘年会でお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、はい、はい、テレビさんの方もう今時計見て驚いたんだけど、もう11時半に近づいてるっていう、はい、押し押しできちゃったので、はい、この後テレビさんフューチャリング BJ っていうのはなしにして、はい、中地って言っちゃあれか、今までは節約博士中地だったんだけど、はいはい、今日からは、はい、はい、うん、うん、はい、ライフプランナー長島先生のコーナーで、なんか随分名前が毎回変わっていきますですね。はい、はい、こんばんは、はい、こんばんは、お願いします、はい、今日あれ、うん、何時までなんですか。45分までですよ。あ、45分までですね、はい、分かりました。はい、あ、じゃあどうも改めましてこんばんは、はい、中地でいいです。中地です。よろしくお願いします。 facebook.com/中島19。はい、出てます。はい、ありがとうございます。まずですね、まあ、今月で、はい、まあ、今年も終わりということで、はい、手帳来年のを、買いました。はい、はい、で多分夏ぐらいの出番の時にちょっと話はしてたと思うんですけど、はい、アクションプランナー、はい、まあ、これ2013なんですけど、2014を新しく買いました、はい、うん、でまああのその時、まあ、ちょっとお話しした内容としては、まあ、まあ、1日 の、 このスケジュール立てをする時にその、まあ、いろいろとあの移動したりとか、あの、まあ、アポイントがあったりとか、なんかいろいろあったりとかして、あの例えばスケジュールを書き込むところがこう小さいスケジュール帳を使ってると、例えば1日1個か2個のアポイントでマスが埋まっちゃって、はあ今日は仕事したなっていうか、もう忙しいっていうか、はいはいはい、うん、まあまあそんな感じになっちゃうんで、はい、まあ1日を朝6時から11時半までを見開き1週間でこう見ることができると、うん、まあそういうカレンダーです。これ1はマスが1時間ですか。30分ですね。30分ですか、うん、なんでまあ例えば移動時間とかも全部書き込みができて、はい、でその間に電話しないといけないこととか、ああ、そう、そういうことも書いて書いたりとか、うん、あとはアポイントがあるんですけど、はい、アポイントでこうプレゼンするのに、はい、まあ
準備したりとか資料作ったりとかそういう時間なんかも全部取ったりとかして、うん、であと意外とこう空いてる時間とかを発見することができるんですね。あ、そこに書くことによってその隙間が出てくると。そうなんです、そうなんです。例えばこれ朝6時から書いてあるんですけど、はい、結構自分朝遅めなんで、はい、もうあの早起きすれば3時間ぐらい時間があるねみたいな。ああ、うん、で逆にこれ11時半までしかないんですけど、はい、もう今ちょうど11時半なんで、はい、まあ欄外になっちゃうんですけどまあうん、これを使ってまあちょっと早く寝るように心がけようかななんて思いながらちょっとこれ、あ、うん、早寝早起きして、うん、そうですね。でこれ作った人はまあ女性の、はい、まあなんか実業家の方で、はい、まあ主婦と旦那さん、奥さんか、はい、主婦と奥さんとあと会社の社長を2つぐらいやって、はい、っていうようなもう、あ、そういう人なんです、ね、そう、いろいろこうやることがある方で、はい、本当体は一つしかなくて、うん、でも手帳分けて書いちゃうと、ええ、ダブルブッキングしたりとか準備ができる。こっちとこっちで、そう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 、あ、ここの同じ時間に別の用事が入ってたってことになるんですね。はい、だ朝は早く起きてお弁当作んなくちゃいけないとか、ええ、うん、あとはなんだ、自分の休む時間とか、まあ、いろいろ、はい、そういうのを、はい、まあ、スケジュール作るのに作った手帳なんですって。うん、で自分もいろいろなことをちょっと足突っ込んじゃってるんで、はい、体一つじゃないし、あ、体一つだし、はい、だし一つじゃないのかと思って、一つですね、はい、うん、コピーロボット欲しいですねあ、まあそんな感じでね、はい、まあ、やってくのにいいなと思ってちょっと去年から使い始めて、まあ、2年目ですと、うん、まあ、こういう手帳がありますよって、アクションプランナーってやつなんで、まあ、Amazon とかで注文できるんで、はい、まあ、もしこれ見ていいなと思った方がいらっしゃったら注文されてみてください、はい、3500円だったかな、はい、はい、で、本題に行きたいんですけど、はい、先月は行政書士の加藤さんと一緒にちょっと出演させていただいたんですけど、はい、まあ、相続についてと、はい、はい、で、私もまあ、ライフプランナーっていう仕事やってて、その相続っていうのは、まあ、軽くかじって、まあ、程度広く浅くぐらいだったんですけど、まあ加藤さんがおっしゃってる話聞いて、ああ、なるほどなっていうふうに、はい、例えば まあ、相続は相続問題っていうのはもう相続は話し合いによって決めるもんじゃなくて、はい、もう最初から決められてますよと、はいはい、例えば一家4人家族住んでて、家族お父さんお母さん子供2人とかっていて、でそこの旦那さんが亡くなっちゃったとしたら、はいはい、奥さんは2分の1、はい、で子供たちは2分の1、はい、だから1人4分の1っていうよりも決められてるんですよっていう話が、まあ、あったんですね。うん、でまあ、最近その相続とか、はい、なんか就活とか、はい、なんかそういった類の話って結構いろいろやってるじゃないですか、はい、エンディングノートとか、まあやっぱそれっていうのはまあそういうブームっていうのも確かにあるんですけど、なんでそんな風に なってるかっていうと、はい、まあその要因の一つとしては まあ、国会の方で、はい、ちょっと来年だったかな、改正される形になるんですけど、相続を行う時のその基礎控除額が少なくなると、はい、まあ例えば今までは はい、1億円財産が、まあ、1億円だとちょっと現実的じゃないんで、5000万財産があったとして、はい、5000万は控除できますよと。だから結局実質ゼロっていうような形なんで、相続税は払わなくていいよっていう形だったんですけど、まあ新しくなったらこう3000万とかになるんで、うん、結局相続税をちょっと裕福なサラリーマン家庭は払わないといけない可能性があると、うん、それとあとはまあそれはそれと、あとその後ですよね、奥さんが亡くなった時、旦那さんが亡くなって奥さんが亡くなった時、はいはい、っていうのが、まあ、二次相続っていうんですけど、はい、結局ちょっと飛ばしちゃったんですけど、
旦那さんが亡くなった時っていうのは、はい、あの2分の1奥さんに行くんですけど、はい、配偶者控除っていうのがあって、はい、かなりの額優遇されるんですよ、はいはい、だから結構相続問題もあっけらかんとして終わっちゃうことがあるんですけど、実際そのじゃあ奥さんが亡くなって代替わりする時に、はい、その配偶者控除っていうのがないおかげで、はい、えらいことになるこう家庭が多いんです。うん、例えば子供が3人いました、はい、例えば極端な話、お家が1個あって財産が100万円あったと、はい、で子供たち3人で3分の1ずつ分けなさいって言って、はい、ケーキカットじゃないし家を3等分することってできないじゃないですか、はい、だからその時にまあ、事前にこう準備をね準備を、はい、しとかないといけないよねっていうことで、まあ加藤さんとかは使命感を持ってその相続とか遺言書とかっていうのをまあやってるんですよっていう、まあ、話でした、ね、で、一応まあ、それのちょっと続きとしてお話ししたいんですけど、実はですね先週ちょっとお会いしたお客さんで、まあ、ちょっと本人のもう許可もらってるんで、なんですけど、僕と同い年38歳の方だったんですけど、バツ2、バツ2です。バツ2で、別々の女性から4人お子さんがいるっていう、はいはい、っていうちょっと別々のお子さんから別々の女性から4人のお子さんがいるっていう、はいはい、そう。お母さんが4人いるってこと、ね、そうだから2人は結婚して、はい、結婚した人から2人で次の人から1人、はい、で結婚してない人から1人みたいなそういう、はい、分かりました、はい、うん、そういう人からちょっと相談を受けた、はい、た時のちょっと話をしたいですね、はい、うん、はい、で、まあ、その人は、でも、まあ、こんなね、はい、なんか一見聞いたら、ね、だらしなそうな感じがするじゃないですか、はいはい、もうすごいしっかりしてて、毎月ちゃんと5万円ずつ仕送りをしてますと、はい、うん、で、まあ結局そのまあ何離婚したらその子供に、はい、お金を送るっていうのは当然、はい、まあさも当然なようなんですけど、実際現実問題やっぱり確か3割だったか4割ぐらいのご家庭ではそういう、はい、できなくなっちゃったり、うん、実際もう鼻からやってなかったりとか、はいはい、まあ、そういう、まあ、結局離婚して、うん、離婚した家庭の現実としてはあるようです、はい、で平成23年ですと23万5千組が離婚しちゃってるんです、はい、まあ、子供いるかいないか分かんないですけど、はいはい、うん、まあ、実際年間75万組ぐらい結婚されてるので、まあ、3組1組ぐらいはまあ、離婚し、うん、っていうちょっと現実があるんですよと、はい、うん、でまあ5万円彼は毎月送ってて、はい、あともう一つの目標が彼あって、自分が死んだ時に、はい、1000万、はい、1人子供1人ずつに配りたいからってことで、はい、貯金してますと、うん、うん、ただやっぱり一つだけ悩みがあって、はい、まあ今貯めてる途中ですと、はい、でやっぱ途中でね、僕38歳、例えば僕と同じ38歳なんですけど、はい、例えば40歳とか45歳とか若くして死んじゃったら、はいはい、結局その貯金の中でも配るしかないじゃないですか、はい、でもなんとかその1000万円にしたいっていうちょっと相談を受けたんで、まあ話をしました、はい、うん、でまあ先にちょっと時間がないんで結論から言っちゃいますと、はい、まあ、早い話が1000万円の生命保険に入ればいいって話なんですけど、はい、はい、なので、まあ、1000万円の生命保険に入りましょうっていう話をまあしました、はい、ただちょっと問題があるんですよ、はい、なんですか、うん、それが、はい、結局その保険をかけますと、はい、で死亡保険金の受取人っていうのがいるんですけど、はいはい、あるんですけど、そこに子供の名前書いておくじゃないですか、はい、でその方が亡くなった時、はい、どうやって知るかですよね。奥さんとも別れてますし、そう、その子はどうやってお父さんが死んだのを知るかって、はいはい、うん、結局もう離れて全く疎遠になっちゃったとしたら、はい、お父さんは思いを込めてそれをかけたにしても、うん、
結局保険会社っていうのは、はい、残念って言ったらいけないんでしょうけど、亡くなった時に、亡くなりましたよって受け取り人の方には連絡はしないんです、うん、っていうよりも実際問題できないんです。っていうの名前しか書かないから、住所とか連絡先とかも書かないから、調べたりもしないんです。調べたりとかも実際できないです。はいはいはい、うん、で何十年先の話になるかも分かんないし、 あと女の子だったら名字が変わってるかもしれないし、引っ越してどっか行ってる場合もありますよね。そうですね、はい、そうはいはい、っていうのもあるんで、実際問題はその亡くなったっていう時には保険会社からはまあ何の連絡もできないっていう、はいはいはい、うん、やんないんじゃなくてできないっていう。でどうしようかなっていうふうに、まあ、2人でちょっと悩んだんですけど、はい、まあやっぱりそこで2人で出した結論としては、はい、まあ彼もその別れた奥さんと密に連絡を取りましょうと、はい、うん、はいはいはい、まあ子供には何か年に1回でも手紙を書きましょうと、はい、うん、そうすればまあ連絡を取ることできるじゃないですか、はいはいはい、うん、やっぱり見守り続けるしかこれってないんですよね、うんうん、で結局その彼が亡くなった時、はい、じゃあ対応してくれる人がいないといけないんですよね、うんうん、まあそれが多分僕になるかと思うんですけど、はいはい、ただそこにも問題点があって、僕と同じ38歳なんですよ、はい、うん、はいはい、まあ先に死ぬか、そう、僕が先に死ぬかもしれないしあ、そう、そういうのがあるんです。うん、2人揃って80歳まで生きて、うん、もうヨレヨレの状態になって、うん、でね、ボケ老人になっちゃって、で彼が亡くなりましたっつっても、うん、僕何もやってあげられないんですよね、うんうん、だから本当にどうしたもんかねっていうふうに、ん、思って、でなんかビジネスですかね、ね、部屋の壁に書いとくまあそういう方法ありますよね、うん、住所ここです、そうそうそう、僕が死んだらここに電話してください、うん、メッセージを書いて、そうだ、物を財布に入れとくとか、うん、だからそれの一つの手段として、はい、この前ちょろっと話したエンディングノートっていう、はいはいはい、まあ、ノートに残しとくっていうのも、うん、まあ手で、あとはやっぱり僕の方としてできることっていうのは、はい、やっぱちゃんと次の世代に僕の仕事を引き継がないといけないんだなと、うん、うん、まあ息子になるのかまた別の人になるのか分かんないですけど、はいはいはい、ちゃんと中爺が引き継がないといけない、そう、中爺自身がね、そうです、うん、だから彼にお金を届けられる人をちゃんとこう引き継がないといけないんだと、うん、っていうふうにちょっと改めてね、うん、思ったんですよね、はいはい、うん、まあ、なるほど、うん、はい、すみません、そろそろね時間の方が迫ってまいりまして、ええ、はい、うん、おうあ、はい、じゃあ最後にちょっと一つだけ、うん、ええ、一応そうなんです、だからまあいろいろとすみません、だからまあいろいろとね今インターネットとかね、はい、窓口とか、うん、手軽にね、まあ、保険も入れる時代になりましたけど、やっぱりそういうのを見守ってくれる人っていうのを、うん、通信でパッと買うんじゃ、うん、テレビでパッと買うんじゃなくて、うんうん、ちゃんとそうですね、はい、まあ、誰か別に保険屋さんじゃなくてもいいと思うんです、うん、ちゃんと自分がこういうのに入ってるよっていうのを分かってくれる人っていうのをちゃんと、うん、いた方がいいかなっていうふうに、まあ、思いました、はい、じゃあ、一応それで本年最後の、はいはい、中爺のコーナーとさせていただきます、はい、本年最後なんですけど、よーく見るとボタンかけ違ってますね、え、嘘本当ですか本当だありがとうございますありがとうございますそれで終わりでいいんですけど、良いお年を、良いお年を、ありがとうございます、まあ、何か足りない中爺のコーナーでしたはい、じゃ あ, 忘年会来るんだよね、え、忘年会ですか、12月10日、うん、12月10日は、はい、開けて送りていきます、来週の火曜日です、はい、二次会もやりますんで、はい、はい、ぜひよろしくお願いします、水曜日はないと思ってください、了解です、わかりましたはい、中爺の今年最後の中爺の、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、
はい、ということで、はい、はい、突然にね、今日は助けていただいて、いえいえ、うん、ありがとうございます、はい、ということはこの後は、はい、音楽談義ですね、うん、いつもの、はい、はい、音楽談義があります、はい、音楽談義は午前0時から、はい、ニコ生でやります。ぼちぼちでググれば出るんですかね、あしゅ、しゅんさんじゃないか、あ、そうです、ぼちぼちでググればいいんですね、はい、ぼちぼちコミュニティでやります、午前0時からやりますので、やりますので、BJ さんも出演するということで、はい、はい、で初めてのなんていうかスポンサーコール、はい、お願いします。あ、BJ があるんですか、はい、はい、ブロケード茅ヶ崎テンモータース欧風食堂カンティーヌマッシュ三宅歯科医院、株式会社ティーズエステート電動モータース、有限会社ハスキー企画NPO 法人湘南スタイルの提供でお送りしました。ありがとうございます。また来週も見てください。来週はちょっとさっき決まりましたけど面白いゲストが出ます。吹かれて